シビル・バンマーは、オーストリア・リンツ出身の女子プロテニス選手。彼女は25歳で四大大会にデビューした、遅咲きタイプの選手で、WTA ツアーで、シングルス2勝を挙げた。一人の娘を持つ、ママさん選手として活動していた。左利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 世界ランキング自己最高位は19位。バンマーは母親の勧めで11歳からテニスを始め、1997年にプロ入りした。2000年ウィンブルドンで四大大会の予選会に初挑戦したが、この予選会の1回戦で日本の朝越忍に敗れたことがある。翌2001年、バンマーは娘を出産した。2003年に、 女子テニス国別対抗戦、フェドカップのオーストリア代表選手に初選出される。2003年全豪オープンから4、大大会予選会にも再挑戦を始めるが、なかなか本選出場に手が届かず、ようやく2005年全米オープンで初めての本選出場を果たした。25歳にして4大大会本選初出場を決めたバンマーは、 この大会では1回戦で止まったが、これを契機にキャリアを開花させていく。2006年、バンマーは、全豪オープンとウィンブルドンの2大会で3回戦に、勝ち進み、フェドハイにも2年ぶり3度目の出場をしたが、ワールドグループ準々決勝で、出場3試合すべてを落としてしまう。2007年に入り、全豪オープンでは1回戦で、 第12シードのアンナ・チャクベタ・ゼに敗れたが、2月第2週のタイパタイヤ大会で活躍する。バンマーは、初進出の決勝で、ヒセラ・ドゥルコを7から5、3から6、7から5で破り、26歳10ヶ月で、ツアー初優勝を果たした。これで勢いに乗ったバンマーは、3月前半の、インディアン・ウェルズ・マスターズで、スベトラーナ・クズ・ネツオアとの準決勝に勝ち上がり、 4大大会に次ぐ大規模な大会で初めての好成績を出した。5月末開幕の全仏オープンで初めて第20シードを与えられ、第1シードのジュスティーヌ・エナントの4回戦まで進出する。全米オープンでも4回戦に進み、第3シードのエレナ・ヤンコビッチに4から6、6から4、1から6で敗れた。2008年の北京五輪で、 バンマーは初めてオリンピックのオーストリア代表選手に選ばれ、女子シングルス準々決勝まで勝ち進んだ。この試合では、第9シードのベラズボナレワに3から6、6から3、3から6で敗れた。オリンピック終了後の全米オープンで、バンマーは初めてのベスト8に進出し、4大大会自己最高成績を出した。準々決勝では、 第2シードのエレナ・ヤンコビッチに1から6、4から6でストレート負けした。オーストリアの女子選手が4大大会シングルスのベスト、8に残ったのは、1999年、全米オープンのバルバラシェット以来9年ぶりだった。2009年7月中旬の ECM プラハオープン決勝で、バンマーは、フランチェスカ・スキア・ボーネを7から6。 6から2で破り、2年ぶりのツアー2勝目を挙げた。バンマーは2011年7月、地元で開催されたガシュタイン女子を最後に31歳で、現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。